あそこにシェルが放牧されてぼーっとしております。まあよく雪がまた積もってしまって、まあ定石多分踏めばそんなんじゃないと思うんだけど、今日はシェルで中で乗ってみようかなと思ってんですけど、ちょっと屋根で雪結構積もってるね。しかしそれにしてもあいつはムーちゃんを完全に無視してずっと向こう向いてるな。シェルが先に着いたから、シェルが先に着いたからうーってうなって怒ってる。のれんになってるぞ。で今日ね、本当はシェルね先に乗ってからと思ってたんだよね。もうゆとりで食べてるもんね。それに比べてあいつはシェルで作った定石でございます。なんかね、今はたまたまね、今晴れてきた、晴れて風も少し止んでいい感じの天気になってきたんですけどね。向こう側見えますかね、グレーの雲で暗いのが多分大雪だと思います。どの辺かな、札幌の山の方の支笏湖方面とか定山渓方面とかそっちの方かな、ちょっと分かんないんですけどね。それ今日はね、あの気温が低くって、今氷点下3度なんですけど、気温低いので、雪が舞い上がります。風が強くなるとホワイトアウトする危険性があります。まあね、昨日ほどではないけど今日もいまいち風が強くて大変でした。